はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回もタレントポイント振り直しということでやってまいりました。ということで、前回はフォワード編上げたということで、今回はミッドフィルダー編やっていけたらなと思います。なぜこのタレントポイント振り直しおすすめ選手やっていくかというとですね、このタレントデザインリセットあると思うんですけど、こちら9月28日までが無料期間となっているので、無料期間を過ぎたら、ムバッペだと60万 GP もかかってしまうっていうね、もう意味わからん、価格設定がされているということでね、そんな簡単にもうリセットできなくなってしまう環境になるので、タレントポイントを振り直し無料のうちにおすすめの育成をね紹介していければなと思います。ということで、僕は、めちゃくちゃ上手いってわけではないけど、ディビ1は常連ぐらいで、それぐらいの実力ですけど、それぐらいの実力でも、その選手をね、うまく使えるっていうことは、その育成がいいっていうことだと思うんで、僕の育成はね、もう誰でも使いやすい育成だと思ってるんで、紹介していけたらなと思います。ということで、最初にチャンネル登録と高評価、本当にお願いします。次の動画で、ディフェンダー編とかもやると思うんでね、そっちを見てほしいのでね、ぜひチャンネル登録して待っててもらえたらなと思います。年内目標5000人で頑張ってるので、お願いします。ということで、やっていきましょう。さあ、ということで、1人目、ピルロということで。ピルロはもうめちゃくちゃお世話になってるね。で、おすすめの育成こんな感じで、決定力に2、パスに6、ドリブルに8、クイックエンスに5、脚力に10、ディフェンスに10と。で、監督が適性高い状態で、能力見ていくと、こんな感じで、ドリブル系全部90超えてきますね。で、パスもしっかり高くて、決定力も80乗るよと。で、ディフェンス系こういう感じでね、結構80ぐらいまでいくよと。これがいいね。中盤でめちゃくちゃカットしてくれます。ピルロはね、守備上げるの結構おすすめですね。元からもうドリブル、パスはね、めちゃくちゃ高いんで、それならもう守備上げた方がいいんじゃないかということで、この育成したらめちゃくちゃいいですね。で、しっかりスピードも80乗って、瞬発も80あって、キック力も90乗せると。で、ボディコンも90あるよって感じで。ピルロはマジでこの育成が一番いいかな。ピルロ持ってたらね、良ければ参考にしてみてください。はい、ということで、お次、カカということで、おすすめ育成、こんな感じです。決定力に7、パスに1、ドリブルに10、クイックエンスに8、脚力に11と。で、能力見ていくとこんな感じで、ドリブル系しっかり高くて、オフェンスも80超えてると。で、パスも80乗せて、決定力も84。決定力84あれば、カカは OMF で使うことが多いんで、普通に決めてくれるかなって感じですね。で、スピシュンもしっかり高くて、キック力9で乗せる。これめちゃくちゃいいね。今の環境、カカめちゃくちゃ強いよね。多分これからも強いと思うけど、今特に強い。で、今から紹介していく育成はね、今の環境だけに強いっていうわけではなくて、今後も使っていけるようにね、無料期間が終わっちゃうんで、今後も使っていけるような育成を紹介していくんで、よろしくお願いします。ということで、カカは、こんな感じで、ずっと強いんじゃないかなと思います。はい、ということで、次、モメンタムの三笘薫ということで、おすすめの育成、こんな感じです。決定力に8、パスに8、ドリブルに12、クイックエンスに9、脚力に12。で、能力見ていくとこんな感じで、ドリブル系しっかり高くて、パスもしっかり80乗るよと。で、決定力も80あって、スピードも9で乗すって感じですね。この三笘はモメンタム持ってるんで、ドリブルは多分こっからもっと上がってると思うんでね。そんなめちゃくちゃ特化しやんくてもいいのかなと。モメンタム結構上がってるっぽいんでね。その分、パスとか決定力とか、スピードとかに上げた方がいいんじゃないかなということで。この育成がおすすめかな。はい、ということで、次、ビッグタイムリバウンドということでおすすめ育成、こんな感じです。決定力4、パスに5、ドリブルに9、クイックエンスに7、脚力に12と。で、能力見ていくとこんな感じで、ドリブル系全部90乗して、パスはフラパが80乗ってるよと。サイドからクロスも、フラパ80乗ってればうまいですね。決定力も普通に高くて、やっぱスピードはね、このリバウドは。スピードをしっかり85まで持っていくと。で、キック力カンストね。これがめちゃくちゃいいね。で、ボディコンも80乗すって感じで。リバウドはやっぱ左ウィングで使うのが一番多いと思うんでね。やっぱスピードはしっかり上げた方がいいかなと。スピード上げなかったら結構きつい場面もあるんでね。スピードはしっかり上げるのがいいかな。リバウドやっぱ ST-OMF で使う人はそんないないと思うんでね。ウィングで使うならやっぱこういう感じの育成がいいかなと思いますね。OMF とかで使うなら、スピード
こんなアリアンでもいいと思うけど。はい、ということで、お次、エピックイニエスタということで、おすすめの育成、こんな感じです。決定力に8、パスに8、ドリブルに8、クイックエンスに8、脚力に8、ディフェンスに2と。いや、8が多いね。まあ、バランス的に上げてますね。で、能力見ていくとこんな感じで、もうドリブル、バスケ高すぎるやろ。めちゃくちゃうまいね。で、まあ、決定力もしっかり80、カーブも90乗せるって感じで。まあ、このイニエスタしっかり決めてくれますね。で、まあ、ディフェンス守備意識も70乗ってて、まあ、スピードはちょっと遅いけど、まあ、イニエスタは CMF、OMF で使うんで、まあ、そんな気にならんかな。で、まあ、瞬発83で、ボディコン93と。まあ、イニエスタはもうこんな感じで、まあ、バランス的に上げるといいのかなと思いますね。まあ、やっぱり、決定力はしっかり80乗せるのがおすすめかな。決定力80乗せたらマジでちゃんと決めてくれるんでね。まあ、ここはおすすめしたいかなって感じですね。はい、ということで、次、ファビーニョということで、これは指名契約のやつですね。育成こんな感じで、パスに2、ドリブルに1、クイックエンスに6、脚力に12、エアバトルに5、ディフェンスに9と。いや、もう先輩はもうめちゃくちゃお世話になってますから。もう先輩はね、多分イーフト界で一番愛用してる自信があるんで、まあ見ていくと、中で、まあ足元しっかり高いね。パスも80乗ってくるよと。で、まあディフェンス系は真っ赤よね。全部90乗ってるよと。で、スピードしっかり80乗るっていうね。まあ、最近結構スピード大事だと思ってきたんで、まあ、しっかり80まで伸ばしたよと。で、まあ、フィジカルは82と。前まではもっとフィジカル上げてたんですけど、最近やっぱスピード方が大事な気がしてきたんで、まあ、スピード上げてますね。で、ガンジェも先輩は、まあ、こんな感じがいいんじゃないかな。まあ、やっぱ今後も使っていくならしっかりスピード上げといた方がいいのかなと思ってますね。はい、ということで、お次、ブースターベッカムということで、おすすめ育成こんな感じです。決定力に7、パスに7、ドリブルに9、クイックエンスに10、脚力に9、エアバトルに2と。で、まあ能力紹介していくとこんな感じで、まあドリブルしっかり80まで上げると。で、まあグラパ90のフラパ90、これめちゃくちゃいい。で、決定力しっかり90乗せて上げる。これでまあより決めるようになるよね。で、カーブは101と。で、まあスピードしっかり80乗せて、キック力もしっかり90乗せるよと。まあこういう感じが強いんじゃないかな。まあ、ベッカムはね、最近動画出してると思うんで、まあ、そっち見てもらった方が分かりやすいんじゃないかなと思います。ということで、お次、まあ、このブースターエピック関連で、まあ、ケレでこんな感じで、パスに1、ドリブルに1、クイックエンスに6、脚力に11、エアバトルに6、ディフェンスに11と。で、能力見ていくとこんな感じで、まあ、パス普通に高くて、まあ、守備能力はもう圧巻よね。もう意味が分からんぐらい高い。で、まあ、スピードもしっかり90乗るってね、マジで意味分からん能力してる。瞬発も80あって、フィジカルも85乗ってる、ボディコンも90あるってね。もう意味がわからんやろ、この能力。で、まあ、マキレレはまあ、スピード落として、まあ、足元に振るっていうのもありかな。まあ、ただ、このマキレレが今んとこ一番強いかなって感じですね。ということで、まあ、もう一人同じガチャ。露出キーこんな感じで、決定力に9、パスに5、ドリブルに8、クイックエンスに8、脚力に9と。で、能力見ていくとこんな感じで、まあ、ドリブルしっかり高くて、パスも90乗ってる。で、まあ、決定力80乗せる。これがめちゃくちゃ大事ですね。まあ、こういう、まあ、中盤ら辺の選手でも、決定力80乗せることによって、しっかり決めるようになるんで、これをおすすめしたい。で、まあ、しっかりスピード、瞬発、キック力も80超えてて、まあ、ボディコンも高いよって感じで、露出キーは決定力80乗せるのがおすすめかなと。まあ、この今紹介したベッカー負けれる露出キーは、まあ、最近動画出してるんで、まあ、そっち見てもらった方がいいかなと思います。はい、ということで、お次、ビッグタイムガビということで、おすすめ育成、こんな感じです。決定力4、パスに8、ドリブルに9、クイックエンスに8、脚力に9。で、能力見ていくとこんな感じで、ドリブル系しっかり高くて、で、まあ、パスを90乗せると。今、まあ、決定力はそんな上げてないですね。まあ、上げるのもありやと思うけど、まあ、ガビはもういいかなと、まあ、カーブ80乗ってるしって感じで。決定力80乗せようと思ったら結構上げやんなあかんからね。他のとこが結構下がっちゃうんで。で、まあ、スピードしっかりあって、瞬発、ボディコンも高いよって感じで。まあ、キック力も80の。まあ、このガビはね、ドリブルスピードを、まあ、結構上げるのがおすすめかな。まあ、結構バランス的には上げてるけど、まあ、ドリブルとスピードを上げた方がめちゃくちゃ使用感良くなります。って感じで、まあ、ガビはね、まあ、結構いろんな育成試した結果、これが良かったですね。ということで、お次、ショータイムモドリッチということで、おすすめ育成、こんな感じです。決定力に4、パスに5、ドリブルに11、クイックエンスに13、脚力に9。能力見ていくとこんな感じで、オフェセン90乗してるよ。で、ドリブル系も全部90超えてる。ボールキープ、ボールコン高っ。で、パスもしっかり90あって、決定力70あって、まあ、スピードは77。まあ、正直スピードもうちょい上げるのもありかもしれない。まあ、80乗せるのはありかな。で、まあ、瞬発、ボディコンもしっかり高いよと。で、まあ、このモドリッチは、オフェ戦をしっかり90に乗せたのが、まあ、いいのかなと。まあ、別に乗せやんでもいいような気はするけど、
まあ、もし変えるなら瞬発落として脚力上げて、まあ、スピードを80乗るぐらいにするのもありかな。ただね、まあ、このモドリッチ OMF で、まあ、無印で使えるんでね、まあ、無印で使った時オフ戦90あれば結構いいなと思ってるんで、まあこれか脚力上げるかって感じかな。まあただこれ使ってて強いんで、まあこれがおすすめかなと思いますね。正直モドリッチなんか脚力は別にそんな気にならんからね。はい、ということでお次ドクペドリということで、まあ指名契約のやつですね。育成こんな感じでパス2号、ドリブルに8、クイックエースに8、脚力に12と。で、能力見ていくとこんな感じで、ドリブル系しっかり高いね。もうめちゃくちゃ使用感いい。で、パスも90あって。で、まあ、やっぱりペドリはね、スピードをしっかり上げるのがこれ大事ですね。もうめちゃくちゃ速い。で、まあ、瞬発、ボディコンもしっかりやって、まあ、キック力80乗してるよって感じで。ペドリはマジでスピード上げるのをおすすめしたいですね。まあ、このペドリは結構持ってる人も多いと思うんで、ぜひこの育成試してほしい。まあ、このペドリじゃなくてもね、まあ、結構ペドリは出てるし、まあ、持ってる人も多いと思うんで、まあ、脚力をしっかり上げてあげるっていうのがおすすめですね。はい、ということで次シャビということで、シャビはもうめちゃくちゃお世話になってますね。で、育成紹介するとこんな感じで、血力に8、パスに6、ドリブルに6、クイックエンスに8、脚力に11、ディフェンスに1と。で、能力見ていくとこんな感じで、ドリブル系、まあ、全部90超えてて、で、まあ、パスも90超えてるよと。で、血力しっかり80乗せてますね。まあ、これいいですね。しっかり決めてくれる。で、まあ、守備も、まあ、ディフェンス守備意識が70乗ってるよと。で、まあ、スピードしっかり80乗せる。これ大事ですね。で、まあ、ボディコンもしっかり90乗せるって感じで。シャビはこの育成めちゃくちゃ強いですね。シャビは僕結構使ってるんでね、まあ、参考になるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー、ちょっとエピックの選手が多すぎて、ちょっと申し訳ないな。エピック結構持ってるな、俺も。ちょっと。なんか心配なのは自分が。今回紹介したのは、まあ、全員よく使ってておすすめできる育成なんでね、ぜひ試してほしいです。まあ、試してほしいっていうか、もうこれからもずっとね使っていってほしいですね。って感じで次回はディフェンダー編やると思うんで、チャンネル登録して待っててもらえたらなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。